覚え。ちょっと練習見に。1年生どんな選手が入ったか楽しみだ。よし、今日からお前らもわしの森野球部だ。何よりお前らは運がいい。まず大半がベンチに入れる。互いに競争して勝てば次は甲子園のベンチだ。黙ってても坂本が連れてってくれる。あれが坂本さんか。150キロのすっげー体だがな。こんないい思いタダでできると思ったら大間違いだ。その分の代金は払ってもらう。わしの森野球部はそんじょそこいらとは全然違う。お前らは金を払って野球をやるんだ。お前らの体はまだまだガキだ。足も肩も腕力も。それを俺が一から鍛えて大人の体にしてやる。体だけじゃねえ。礼儀、常識、年長者への敬意、自主性、協調性、その後パワーとスピードを兼ね備えた全国レベルの野球選手に、そして自立した大人として世に送り出してやる。しかしそれはただでお前らには与えない。自分が犠牲を払ってその代価として自分で勝ち取るんだ。